楽、楽器が知りたい。アメリカや楽器店の猫ちゃんと、アメリカや楽器店の長岡哲也です。長岡さん、はい、今回は第9回、どうぞよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。猫ちゃん、今日はですね、ゲストにバイパー、バイオリン奏者の大城敦弘さんに来ていただいたんですよ。大城さん、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。第5回の、ね、時はバイオリンとフィドルの、ね、楽しさをとっても、ね、分かりやすくお伝えいただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。今日の紹介でバイパー、バイオリン奏者と紹介させていただきましたが、大城さんの今、ね、お持ちの楽器バイパーなんですね。大城さんは、日本でただ一人専門的バイパー奏者でいらっしゃいます。大城さん、まずバイパーという楽器初めて見られる方もね、とっても多いと思うんですが、はい、どういう楽器なんでしょうかね。また、こういうこのバイパーというものを用いてどういった、音楽演奏活動をなさってるんでしょう。そうですね、一言で言うと音域が広いバイオリンです、はい、でバイオリンを、まあ、マイクを使って演奏する場合、バイオリンのマイキングって意外と難しくてですね、このバイオリンの生音プラススピーカーから出る音ならまだ綺麗なんですが、スピーカーから出る音だけを考えると、バイオリンに近くでマイクで拾って大きくしてもあまり美しい音にはなりません。でそこでもういっそ発想を変えまして、マイクを楽器の中へ入れて、まあ、エレクトリック化して、ね、拾ってやろうという、そういう楽器です。なるほど。でこれはもういろんな音楽、はい、バイオリンで弾けるあらゆることができます、はい、で、まあ、音量も自在になるので、とってもちっちゃい音の楽器と合わせることもできる、はい、爆音のロックバンドでも合わせることができる、はい、そういう場所を選ばない、どんな相手とも合わせることができる、そういうバイオリンです。そうなんですね。猫ちゃん、見た目にもとってもなんか素敵な感じですよね。かっこいい。ねえ、大城さんのバイパー、これやっぱり聞いてみたいですよね。はい、聞きたい。では大城さん、今日は大城さんが、まあ、作曲なさるオリジナル曲もあるんですね。あ、オリジナルも、はい、あります。あるんですね。でもどうでしょう、このバイパーを用いて一部ちょっと何かご披露いただけませんでしょうか。そうですね、せっかく沖縄の衣装を着てるので、はい、沖縄の民謡をバイパーで演奏する、はい、そういうことをやっています。琉球バイオリンという普通のバイオリンで演奏する音楽ジャンルがありますが、はい、それがバイパーになるとさらに広がりができまして、いろんなパートを重ねることができるので、それをやってみたいと思います、はい、じゃあよろしくお願いします。
きですね。はい、大城さん、ありがとうございました。ありがとうございます。これ拝見しますと弦の数もバイオリンより多い6本なんですね。はい、6本あります。でしかも何か一人で演奏していらっしゃったとは思えない何か秘密仕掛けがあるんですね。足元にループペダルっていうのがありまして、はい、これは最初に踏んだ瞬間から次に踏んだ時までを録音して、その頭と尻尾を切れ目なくつないでループを作り出します。はいはい、それでループっていうんですが、その1回転できますとその上に次のパート次のパート、はい、延々重ねることができます。今でだいたい4パートぐらいかな、はい、重ねましたね。なんかとっても普通の楽器を一人で弾くよりもなんか幅がぐっと広がるような感じがいたしますね。はい、まあ、バイパーもちろん今、こうやって魅力を、ね、お伝えいただきましたけれど、前回5回目の時もそうでしたが、うん、生の場合にもお弾きになるということで、はい、なんかそちらの方も、瞬時に持ち帰っていただきまして、分かりました。弾き比べなんかその皆さんどんなのかなとご興味をお持ちだと思うんですが、猫ちゃん違いすぐに聞けるみたいですよ。聞きたい。こちら普通のバイオリンで、はい、じゃあ琉球バイオリンから、はい、これはですねアルバムにも入ってます。はい、今度出された CD、はい、ウィンダース、はい、から輝きと書いてウィンダースと言います。はい、都の言葉で命名しました。はい、じゃあこの中から、はい、ヤギさんが喧嘩する様子を表しています。はい、ヤギさんの喧嘩、後ろ足で立ち上がって角をカシャンとぶつけ合って喧嘩をします。それをバイオリンで表すとこんなイメージです。これを曲の中へ散りばめてあります。大城さん、リリースされた CD、今回の CD の聞きどころといいますか、面白さとかいうことはいかがでしょう。今回のですね、はい、6弦バイオリンにできるいろいろなことを入れてありますが、はい、まあ、聞きどころとしては、ね、いろんな編成であったり、いろんなジャンルであったり、アイリッシュあり、それからインドバイオリンあり、うん、でジプシーバイオリンあり、ではもちろん沖縄の音楽あり、はい、でまたバックバンドが、サポートメンバーがとても素晴らしいメンバーが揃っています。はい、大変素敵な一枚に仕上がったということなんですね。はい、最初の僕の想像を超えて、はい、出来上がっております。そうですか、満足のいく仕上がりということなんですね。はい、こちらです。はい、ご自身とあと一緒にされている仲間も大変素晴らしい音楽と、はい、もうメンバー皆さんウィキペディアに出てくるような、はい、ですね。はい、そうですか。概要欄、大城敦弘さんの公式ウェブサイトでご覧いただけますので、ぜひ皆さんどうぞご覧ください。大城さん、今日はバイパー、そしてバイオリン魅力をまたいっぱいお話しいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。こちゃん、なんかとても楽しい気分になりますね。はい、このシリーズ、猫ちゃんもっと音楽楽器が知りたいでは、これからもいろんな音楽、楽器などについて取り上げてまいります。皆さん、よろしければぜひご覧くださいね。じゃあ猫ちゃん、皆さんにご挨拶しましょうか。はい、はい、それでは皆様、さようなら。